けど売れそうな服たちを紙袋に詰めていきます。ここら辺の服はね、全部もらい物系が多いから、やっぱね、自分で選んで買わないと結局着ないなってちょっと思っちゃう。どうと思います？この子たち、ここもね、刺繍が好きだから、この刺繍だけ切り取って使おうと思います。私はね、この白い箱がお気に入りすぎて5つあるんだけど、これにあと2個あるかな、7個かな。こっちの2つが文房具、こっちが美容系と、ここがね、いつも持ち歩いてるものたちです。このさ、タンブラーのいいところは、これちゃんと蓋がしっかりしてるから持ち運びできるんだよね。 500ml のねやつを購入しました。やってやろうやろうって思っててやってなかった、このアクスタケースとカードケースのデコっていこうと思います。ね、グルーガンでつけてきます。こんな感じでね、リボンを重ね付けして、その上からリボンをたくさん作ってグルーガンで貼り付けました。めっちゃ可愛い。こっちはね、トリカケース可愛いし、こっちはね、普通にアクスタケースとして使おうと思います。ここの押し入れの持ち手のところに飾ろうと思います。じゃあ、そびれてるとこに、またマネキャンドゥに行ったらブーストのミニスターアクスタがあったから購入してきました。これはなんか TikTok のおすすめに、ね、流れてきたアクスタの台座をデコる方法みたいなやつがあったので、ちょっとやってみようと思います。私がね、ずっと放置してた呪術廻戦の付録のカードケースを今からね、使っていこうと思います。2枚が完成しました。紐みたいなライトのところに好きなものをかけてるんだけど、ここにかけました。今から5時間ぐらい行ってきます。帰ったら続きをやらないといけないので、今はね、とりあえず精一杯楽しんでこようと思います。こんな感じで完成しました。ずっとね、ここにしまってあったバッグたちがちょっと入らなくなっちゃったので、このサリューで購入したね、カゴに移していこうと思います。こんな感じで余分の隙間ができました。このカゴをね、サリューでセールしてたので購入したんだけど、めっちゃ入るし、なんかこのね、分け目が可愛いのでめっちゃお気に入り。中はね、ごちゃごちゃしてるんだけど、こっちから見るとそうでもないので、そこも結構お気に入りポイントです。今日はね、足りないメイク用品たくさんを補充していこうと思います。こんな感じで今ミンティアをね、デコってたので、最終のデコリをしていきたいと思います。使うのはこのセリアで購入したお気に入りのシールちゃんたち。ただね、これ本当に取りやすくて、から上からね、セロハンで留めていきたいと思います。お買い物かお家にこもって、こういう溜まりに溜まったものたちを作ったりとか、あとはね、アニメとか漫画をずっと読んでます。今日はね、あんまり食欲が湧くわけじゃないから簡単に済ませようと思います。好きなフルグラです。め
ちゃさ、アサイーボール食べてみなくて、本当に食べてみたいんだけど、食べる機会がなくて。でもね、今度お友達ちゃんとカフェ巡りをするっていう予定があるけど、カフェがまだ決まってないから、もうめっちゃ頼み込んで、アサイーボールを食べに行きたい。うわぁ！待って、すっごいでかいの出てきたんだけど。完熟です。食べていこうと思います。じゃーん、今日のお昼ご飯です。このね、ブルーハワイがずっと余ってたから、このソーダを作りました。めっちゃ可愛いんだけど。乾杯。食べていこうと思います。昨日ね、買ったチョコエッグはね、真面目で有名な飯田くんが来てくれました。いただきます。飯田くんはね、ここに置きました。私の大好きな推しのホークスくんの後ろで手あげてんの、めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃくせっ気なので、これをね、毎日ちょっと戦ってるんだけど、今日はちょっと戦いたくない気分だから、この子で戦いたいと思います。誕生日を祝うプレゼントを2つ購入していきます。子たちがね、今日私が全部片付けたいものたちなので、家帰ったら片付けようと思います。ね、とりあえずこれでネイルサロンに行ってきます。今グッズの片付け全部終わって、お友達ちゃんのプレゼントの開封とかをやったらもう寝れるので、頑張っていこうと思います。